はい、皆さんこんにちは。現在ですね、山梨県山梨市三富っていう道の駅に来ています。今日はこれから、一般道では一番長い最長のトンネルと言われている仮坂トンネル有料道路を走ってみたいと思います。今山梨県から出発しますので、抜けたら埼玉県に出ますね。全長 6.625m、 6.6km、 約 6.6km、 一般道、高速道路じゃなく一般道の中では最長のトンネルを越えてみたいと思います。途中有料道路なので料金を払わなきゃいけないですけど、ここは ETC とか一切対応してないらしいです。現金もしっかり持ってきましたので、早速走りに行ってみたいと思います。じゃあ出発しましょうか。ここは道の駅なんですけど、山梨県の割には、山梨ナンバー割よりは八王子ナンバーが多いですね。皆さんドライブに出かけているようです。左方向です。はい、面白こんにゃくとかなんかいろいろあるんですね。ここをぐるっと回ると料金所に行くそうです。おお、立派な橋。さっきからですね、こういうふうにライダーの方がいっぱいすれ違ってます。今日はあいにくの雨なんで、あれですね、ドライブ日和じゃないですけど、安全運転で行きましょう。1個目はちっちゃいトンネル通るんですね。はい、料金所に着きました。はい、こんにちは、お願いします。はい、ありがとうございます。はい、相手の方もフェイスピールシールドでしたね。はい、トンネル通ります。あ、閉まった。もうね、高速道路とトンネルと比べればあれですから、そんなに長くはないでしょう。もう天井も高いんで、大型車とかも通行可能ですが、一応まもなく埼玉県に入ります。はい、埼玉県に入ります。山の中なのと、こういうトンネル、こういうね、長いトンネルの特徴からして、危険物の車は通れないとか、で、あと自転車、バイク、まあ、自転車と歩行者は通れないですね。バイクの人は通ってますからね。気持ちいいですね、このまっすぐしたトンネルも。ついに埼玉県までやってきました。さあ、もうすぐ出口です。この直線トンネルの特徴ですね、どちらかはカーブがあるっていう感じで。お、出ました。あ、そういう意味か。まだここは有料道路っていう意味ですね。
次のトンネル急カーブって書いてあります。はい、抜けました。埼玉県の大地です。はい、次のトンネル、ここが急カーブポイントです。すごいですね、ナビを見る限りじゃもう90度以上のカーブ、こんなカーブあんまりトンネルじゃないですよ、地元では。こうしなきゃいけないっていうのは相当山の形がすごいんですね。はい、ということで一応ここまでが有料道路の区間みたいです。はい、ということで今回初めて、トンネル走ってました。今一般道の長いトンネルってことで、やっぱあの高速道路とかの方があれですね、予算とか組めるんで長いトンネルは多いってことかもしれないですけど、やっぱ長かったです。崖崩れの工事もいっぱいしてますね。はい、じゃあこのまま気をつけていきます。ということで最後まで見ていただきありがとうございます。皆さんも感染対策しっかりして観光シーズン楽しんでください。ということでバイバーイ。